はい、読売ランドにやってきました。いやちょっとね、楽しみですね。はい、桜がすごい綺麗ですね。いやそして、はい、オリジナルのパスケースをもらいました。いやすごいね、ここでなんか売ってるみたいなんですけど、今の時間はなんか並んでた方のみってことなんで、はい、すごいね、呪術廻戦のね、特典がいろいろあるんで、まあちょっと今は入れないってことなんで、なんでちょっと後でまた来たいと思います。グッズもたくさんあるんですね。ちょっとまた、落ち着いたら行きたいと思いますが、ちょっと4カ所なんかあるらしいんで、フォトスポット行ってきましょう。すごい、これがフォトスポットですね。はい、ここにもねあって、これはなんか結構オーソドックスなやつですけど、このメリーゴーランドが呪術廻戦コラボ仕様になっているということで、はい、じゃあ謎解きシートを手に入れてきました。読売ランドに呪霊が発生、この呪霊をハロウィンでみんなが見た、原因を調べると扉に貼ってあったお札が捉えたことによって呪霊が戻ったらしい。お札の呪霊は金庫にあるか、その金庫にロックがかかっている、それを避けるには謎を解かなくてはならないということで、はい、じゃあちょっと今からね1個目の手がかりに行ってきましょう。はい、アトラクションね、メリーゴーランドとコラボしてる、これなんか呪術廻戦のゴンドラがある、これに乗れなきゃ意味ない。はい、というわけでね、私は乗りません。この前20数年ぶりに乗ったんですけど、別にいいです、だってあれにこれに乗れるか分かんないし。はい、またフォトスポットです。いやこれ私の好きな2人ですね、ななみんと五条先生、非常にね2人ともすごいいいですね。ななみんのような仕事を私は目指します。はい、時間外労働しません。はい、そして五条先生のようになりたい、最強になりたい、いいですねこれも。これはですね、呪術廻戦コラボのまたアトラクション、バンデットですね、なんかジェットコースターということなんですけど、ちょっとこれね乗りませんね。はい、さすがに並ぶ勇気はない。こんな感じにねバンデットのスタート地点がこんな風になってますね。はい、すごいな、このね旗がかっこいいですね。あ、逆になってる、こっちも逆だ。はい、すごいですね、飲み物売ってるキッチンカーなんですけど、キッチンカーに整理券があるという、まだ1から50番らしいんで、まだまだちょっと呼ばれそうにないというね。はい、ちょっとね時間潰してますわ、その間あれを謎を解いておこう、この謎を解きはねちょっとネタバレ厳禁ってことなんで、ちょっとこういうなんか手がかりを見せるのはやめます。はい、これすごいね、これ何このフードファクトリー、これねお湯なんだ、 UFO に乗ってそういうアトラクションなんですね。これフードコートじゃねえんだ、フードコートかと思ってました。なんだすごいね、いやーマジ桜綺麗これなんかでも散りそうだな、もうすぐなんか葉っぱ出てるし、ちょっと心配だね来週はね。いやー今めっちゃ綺麗だ、いやーめっちゃいい天気だな。はい、ちょっとカレーとあとなんかねビビンうどんっていう、なんかこれ写真もっとあれなんだけど、写真よりだいぶ少ないですけど、写真この辺まであるぐらいだったんですけど、まあ現実はそんなもんです。これなんかねまかないカレーだそうで、こういうねうどん屋さんのカレーとかなんか蕎麦屋さんのカレーとかそういうのはねめっちゃ好きなんですよ。
で、うん、うまっ。やべえな、うん、美味しいですね、このカレー。これ380円ですよ。遊園地のフードとしてはかなり格安じゃないですか。うん、うまい。はい、じゃあビビンうどん行きましょう。ちょっとあの本当に写真と違うんですけど、写真はこんな感じです。じゃあ美味しさで取り返してくれよ。辛そう辛そうだこれ。うん、美味しいわ。なんか程よい辛さですねなんか嫌な辛さじゃない。辛いのは私苦手なんですけど、基本的にはなんかそんな嫌な、なんか要は刺してくるようなこのほうれん草が中にある、嫌な感じの刺してくるような甘さは、辛さはないです。それがいい人もいるかもしれない。うん、うまい。まあ遊園地のねフードはボロ儲けですからそこはね文句言っても仕方ない。はい、今度はその大観覧車とコラボしてるということで、すごいですね。はい、呪術廻戦ゴンドラがあるということで、はい、もうなんかゴンドラはすごいコラボ感満載ですね。はい、またフォトスポットがありますね。先輩方ですね、犬巻全員パンダ。はい、ですね、今ちょっと呪術廻戦コラボゴンドラに乗り込みました。すごい正面にはこのね、ちょっとこの大観覧車だけはだいぶ空いてたんで、はい、行きましたね。で、後ろはこの先輩たちということで、いやーすごいねまさに呪術廻戦のゴンドラですけど、うわ、めっちゃ桜綺麗。でも桜綺麗だな、めっちゃこれすごいな、いいですね。普通に眺めもいいし、席もね、もう最初に映しましたけど呪術廻戦って書いてある。いやーすごいね、これね。ロールリランド。いやーもういろんなね、アニメとコラボすりゃいけるみたいな感じになってますからね、もう今ね。ちょっと謎解きが、C 以降の謎が本当に謎なんですけど、全然わかんないです。パンダ先輩。マキ先輩。マキさんがなんかすごい今トレンドになってますね。犬巻先輩っていうか、俺観覧車で怖くない？なんか舐めてたな。いやこれ普通に怖いね、ちょっと。しかもさ、なんか一人、やっぱつらいなこれ。普通に怖いよ。しかもこの間にスマホ落としたらどうしようとかめっちゃ思う
怖っ、ちょっと怖いわ、怖いわ、ちょっと怖いんで冷静になります。はい、ちょっとねガチでちょっと早く下ろしてくれレベルで怖いっす。お、雲がいます。すげえな、こんなとこまで上がってきて。虫はすごいですね。いやー怖えよこれ。前にいる子供はしゃいでるけどすげえよ、普通に怖いわ。これ隙間にスマホ落とすかめっちゃ不安なんで、ちょっと撮影しないっす、もう。はい、というわけでね、呪術廻戦コラボ、ちょっとまたなんか、お札は取れるみたいなんで、ちょっと行ってきますね、そこにね、これ降りたら。ああ、早く降りたい。はい、ちょっと、謎解きシートは2枚目があったみたいです。これなんか、ちゃんと順番通り行かなきゃいけないみたいですね。だから、CDEF はわけわかんなかったんですよ。はい、なんで、皆さんもね、お気をつけください。CDEF だけ見てもわけわかんないです。すごいですね、このコラボ。やばい、もう謎解きはわけがわかんない。どういうこと？いやもうわかんねえよ、これマジ子供できる？全然全く解ける気がしねえんだけど。いやー辛いです、もうモヤモヤする。はい、ちょっと近くにね、全然なんかそういうのがないんで、テーブルがないんで、ちょっと階段に来ちゃいました。はい、これが釘崎野原のドリンクと七海健人のドリンクですね。これはな、これキャラクターのモナカなんですね。これね、ホイップでくっつけてる。はい、ちょっと七海からいただきましょう。うまいですね、普通にコーヒーとして楽しめます。じゃあ釘崎ちゃん、うまいです。いやー美味しいですね。なにこのモナカもったいないね、食べるの。うまい。もうちょっとナナミンみたいなつもりで生きていきたいね。時間外労働しないっていう姿勢が教員には大事だと思います。みんな時間外労働しすぎなんだ。はい、じゃあね、ちょっと呪術廻戦のコラボイベント結構楽しむことができました。ちょっと謎解きは未だに分かりませんけど、まあ仕方がないでしょう。はい、こちらがね、呪術廻戦コラボドリンクを売っているキッチンカーになりますね、これはね。いやもうかっこよすぎます。いやもうコラボドリンクもねすごく美味しかったですよ。ナナミになると先ほど飲みましたけど ね、1人3つまでしか頼めないっていうか、3つ頼むと持つのが大変なんで2つにしました。4時までとなっております。はい、じゃあね、ちょっと呪術廻戦コラボイベント、いやもうラリーがめっちゃ悔しいんだけど、なんでみんなわかるんだろう。俺ああいうの得意なはずなんだけどな。
まあ、ちょっと時間もないのでそろそろね戻んないと。私も明日は大阪、京都大阪なんでちょっと帰りたいと思います。ちょっと悔しさ残りますが、それでは、皆さんですね、ぜひね、ちょっと謎解き自信がある人は呪術廻戦のコラボの謎解きやってみてください。私はちょっとできませんでした、残念。それではまた、さよなら。